ファクトリーギアタイムズです。最近は寝ている時に両足をつってしまうというアクシデントが毎晩続く高橋が爽やかにお送りいたします。工具セットニュースです。2022年春に向けて工具セットが欲しいなと思っているあなたに役に立つ情報です。あなたに合った工具セットを見つめるために今回は工具売り場が評判の貨車店に行ってまいりました。ファクトリーギアでは様々な工具セットが存在します。どの工具セットを選べばいいのか、工具セットの攻略法を貨車店の斉藤さんに取材してまいりましたので VTR どうぞ。ファクトリーギアタイムズの高橋です。今日は柏店にやってきました。ちょっと話題の工具セット売り場を覗いてみたいと思います。ファクトリーギア柏店の斉藤です。今日は柏店で人気の工具セット売り場をご案内いたします。それではこちらへ。工具セットの売り場となります。そうですね、どういった場面で使用したいかによって、入り組みだったりとかが変わってくるので、例えばバイクで整備で使用したいとか、車の整備に使用したい、また自宅に置いておきたいなどの用途によって変わるので、目的ですね、明確にしていただけると選びやすいかと思います。主にバイクを整備される方はエントリーだったりベーシックセットを選ばれる方が多いです。また車を整備される方だとベーシックセット、プロセットを選んでいただくことが多いです、はい、そうです。エントリーだと、よく使われるサイズ、日本とかでよく使われるサイズが主に入っているので、初めて、工具を使って何かに挑戦されるという方にはエントリーセットを選んでいただいて、後々必要なサイズが出てきた場合だったりとか、どんどん買い足していっていただくイメージになります。ベーシックセットは結構1ミリ刻みで電池類が入っていたりとか、本当に内容が充実しているものになります。ビットセットとかも入っているので、いろんな用途にも使えるセットとなっております。プロセットの方は超ロングだったりとか、ハンマーが入ってきたりするので、主に車を整備される方、力を入れたりとか、そういったものでも使えるような非常に入り組み点数が多いセットとなっております。はい、主に入っている工具の入り組みの点数の違いっていうのと、少しずつ工具の、モデルがちょっと違ったりとか、そういったところが値段の違いになります。そうですね、主に握り物とかがエントリーとベーシックとは少し違うものとなっております。ドイツの鉄を使用した、握り物になりますので、非常に丈夫であったりよく切れたりっていうようなものとなっております。はい、エントリー、ベーシック、プロとは別にインチの工具セットもご用意しているので、ハーレーとか乗る方にもおすすめしております。そうですね、トルクスもビットセットに入っていたりとかするので、対応は可能かと思います。そうですね、カスタマイズしていただいて、追加したり、また入れ替えたりということは可能です。その場合は
相談していただけると可能ですので、ぜひご相談ください。ソケットのホルダーだったりドライバーのマグネット付きのホルダーもありますので、そちらを追加していただくと便利に使えるかなと思います。そうですね、通常色として黒と赤で、今限定色で一部白もありますので、そちらからお選びいただけます。はい、こちらから、お店の方から、送料無料でお送りさせていただいてます。アメリカンセットです。アメリカらしいデザインや魅力がすごい詰め込まれた、とてもリーズナブルなセットとなっております。でこちらはですね、期間限定の販売となっておりますので、ぜひ店頭で、見ていただければと思います。こちらが柏店おすすめのアメリカンセットです。触れば分かります。ぜひ店頭でご覧ください。いやー、エントリー、ベーシック、プロ、それぞれの工具セットの違いや、あなたがやりたい作業を明確にするなど、どんな工具セットを選べばいいか、工具セット攻略法を分かりやすく解説してくれました。ファクトリーギアでしか買えないお得な価格と、上質工具ディーンを一度に揃えることができるギアセットに注目してみてはいかがでしょうか。入り組みに関する相談等は柏店以外の店舗でも同様にご対応できますので、お気軽にご相談ください。ギアセットやファクトリーギアおすすめの工具セットの情報は下の概要欄からチェックしてください。それでは皆さん、お元気で。